ただいま。買ってきたよ。ステイホーム乗り切りバトンということで、今回私はこちら、おうち時間が楽しくなるテイクアウトグルメを紹介します。埼玉県や県内の自治体では、地元の飲食店を応援するためテイクアウトができる店舗をホームページに掲載しています。その中から今回私がテイクアウトをしたのは、浦和にあるうなぎ店、中村屋のうなぎのかば焼きです。浦和といえばうなぎ。浦和駅西口の県庁通り沿いにあるこのお店は、昭和12年に現在の場所で営業を始め、2代目、3代目がのれんを継いでいます。うなぎのために炊きたての白いご飯も用意しました。ほかほかのご飯とうなぎ、合わないはずがありません。この上に大胆にうなぎのかば焼きをのせ、うな丼にしてしまいましょう。そして上からは別添えのタレをたっぷりと。中村屋のタレはかまどで薪をくべて作っているそう。その味は後継者にのみ伝えられる秘伝のタレ。備長炭で焼くかば焼きは香ばしく、浦和が誇る至高の一品です。浦和のうなぎ、私も早速いただきます。一般的なかば焼きと比べると辛めのタレで、備長炭で焼かれたうなぎの香ばしさと相性が抜群。ご飯何杯でもおかわりできちゃう美味しさです。お家で美味しいものが食べられるだけで幸せですよね。皆さんもぜひ地元の美味しいテイクアウトグルメでステイホーム楽しみましょう。